ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は現在 Amazon で開催中のビッグセール、タイムセール祭りにてセール額で販売されている Apple 製品をご紹介したいと思います。セール中の商品はもちろんのこと、間違って新しいモデルがあるのにそちら買ってしまうという可能性もありますので、今回はそれだけではなく、そもそも現在の Apple 製品、最新のラインナップはどうなっているのか、そちらもご紹介したいと思います。もし新しいモデルの方が欲しいという方の場合は、セール品ではなくてそちらの方を買った方がいいということになります。では早速セール商品の方をご紹介していきます。今回大きく分けて、こちら、スマートチカ、タブレット、そしてパソコン、この3つのラインナップが主にセール価格となっています。特にスマートウォッチはバンドの違いとかモデルの違いとかいくつか選択肢があり、たくさんのモデルからセール品を選ぶことができます。先にラインナップが多いスマートウォッチの方からご紹介しておきます。いわゆる Apple Watch のことですが、今回一番安く購入できるモデルが Apple Watch SE 第2世代、これが一番安く購入することができます。例えば 40mm のケースを搭載したモデル、通常ですと約4万円の商品が現在3万5000円となっています。あと Apple Watch 最新モデルとしては Apple Watch Ultra、 それから Apple Watch シリーズ8ありますが、今回どちらもセールになりました。 Ultra の方につきましては、こちら 49mm のチタンケース採用モデルが通常12万4000円のところ11万2300円となります。もともとの価格は結構高いんですが、それでも1万円は安く購入できますので、これはこれで今買うとかなりお買い得な商品となっています。また最新のシリーズ8の方、こちらどうかと言いますと、シリーズ GPS モデル、つまり、単独で通信は行うことができず、基本的に iPhone と連携して通信を行うタイプ、このモデルは通常価格は6万4000円のところ6万1560円となります。割引額はそこまで大きくありませんが、それでも通常よりも安く購入できるお得商品となっています。その他 Apple Watch のラインナップとしましては、シリーズ8の 45mm ケース、先ほども同じく 45mm ケースでしたが、色違いスターライトという、まあゴールドというかシルバーというか明るめのカラーと、そのバンドもそれに合わせて明るめのカラーになっているモデル、こちらも同じく6万1560円。あと 44mm の小さなケース、小さいといっても SE としましては、こちら Apple Watch SE 40mm と 44mm になりますので、 Apple Watch SE の中では一回り大きなモデル、こちらも第2世代のモデルになりますが、こちらは4万円のセール価格になります。あとは Apple Watch SE、 今回初代のモデルもセールになっていますので、ここは一つ注意しておかなければいけませんが、初代のモデルであれば3万5000円で購入することができます。その他 Apple Watch Ultra 最上位モデル、こちらはバンドの色違いのモデルになりますが、こちらは11万2300円、同じくこちらも色違いのモデルですが11万2300円。シリーズ8のカラーがレッドのモデル、こちらにつきましては6万1560円となります。まあこのシリーズはプロダクトレッドシリーズといって、購入した金額の一部が寄付されるモデルになりますが、赤い色が特徴のモデルです。Apple Watch につきましても、このプロダクトレッドモデルのみ、ボディもレッド、そしてバンドもレッドというモデルが用意されます。以上が Apple Watch のセール商品になっていて、基本的に今回 Apple Watch ほとんどのモデルが最新モデルのセールとなりますので、これから Apple Watch 購入しようと思っていた方、そういう方はこちら、現在のセールを利用しますと、最新モデルがセール価格で購入できる、今回のセールお得な内容となっています。それ以外のセール品もご紹介しますと、 iPad、 こちらは2021年モデルの無印 iPad となります。まあ後ほど最新モデルの方もご紹介しますが、最新モデルは
廉価版であるこの無印モデルも結構高くなりましたので、そういう意味ではあまり iPad にお金をかけたくないという方はこの辺のモデルがいいかもしれません。こちらは256GB モデルで、セール中68,000円、通常ですと7万円台のモデルが68,000円で購入できます。あと同じモデルですが、ストレージ容量が 64GB に少なくなったモデル、こちらですと4万7000円で購入できます。今購入できるモデルとしては、これが iPod のラインナップ全てを通しても一番買いやすいモデル、一番お買い得モデルになっています。どうしても iPad もここ最近はどんどん値上がりしていて、なかなか買い替えるのが難しいという場合もあります。もう今使っているモデルがバッテリーも持たなくなって、いよいよ使えなくなってきた、ただしそこまで最新モデルは必要ないという方にとっては、この2021年モデルの無印 iPad、 これがベストな選択肢となっています。ただし注意点としましては、まだこの頃の iPad はライトニング端子になっています。ですので Type-C で充電できませんので、そこは一つ注意点です。その他 Mac 関係も今回多数がセールになっています。デスクトップ Mac からノートブックタイプ、両方ともセール価格になります。デスクトップタイプとしてはこちら、2020年モデルの Mac mini M1 チップ搭載モデル、これがセールになります。スペック的にはかなり低め、 RAM が 8GB、 ROM が 512GB の SSD モデルとなります。ですがこの M1 チップ搭載モデル、インテルの CPU を搭載したこのクラスのコンパクトなモデルの場合ですと、もっと処理性能が低い CPU が採用されていますので、そういう点におきましては2020年モデルですが、最新の Windows の超小型 PC などと比べますと、こっちの方が処理性能も高く、まだ消費電力も少ないということで、何か常時電源を入れておくような使い方、そういう使い方においても最適なモデルとなっています。こちらは通常価格が12万円のところ、今ならば9万円で購入できるお得商品となっています。そしてノートブックタイプにつきましては、2021年モデルの MacBook Pro、 これが今回セールになりました。スペックは一番低めの最安モデルとしましては、ざっと見た感じ、今回の最安モデルはこちら21万円で購入できるこのモデルが最安価格になります。14インチの MacBook Pro、 こちらがセール価格となっており、2021年モデルでスペック的にはこんな感じのスペックになっています。 CPU は M1 Pro、 16GB の RAM、 512GB の SSD、 このモデルが21万円となります。ここに過去の販売価格は掲載されていませんが、過去いくらで販売されていたかといいますと、こちらに価格の推移のグラフを表示しましたが、こんな感じ。過去はこちら、27万円ぐらいで販売されていました。まあ実は、今回と同じぐらいのセール価格になることは何度かありましたが、まあほとんどの期間が27万円で販売されているモデルです。ですので、ここ。6月17日の時点でも、まだセールになる直前は27万円で販売されていたモデルです。その27万円のモデルが今回は21万円ということで、6万円オフ。今回ご紹介するセール品の中でも割引額が特に大きなモデルとなっています。まあこちらにつきましては後ほどご紹介しますが、新型モデルも登場していますので、最新モデルがいいという方はそちらの方を選べばいいですが、もし今お使いの MacBook が M1 チップを搭載したモデルの場合、 M1 チップからこの M1 Pro チップに乗り換えることによって一気に処理性能が上がりますので、今使っているのが M1 チップの方っていう場合はこのモデル買い替える価値は十分あるかと思います。その他もっとスペックの高いモデルとしましては、こちらの Mac があります。同じく14インチモデルで言いますと、14インチ MacBook Pro 2021年モデル。CPU が M1 チップの中では最上位、それに近い M1 Max チップを搭載したモデルとなります。
まあ、実はデスクトップの Mac まで、含めますと M1 Ultra とかいう CPU がありましたが、ノート PC タイプに搭載できる M1 チップとしては最上位の CPU がこの M1 Max チップです。この最強の CPU を搭載し、なおかつ RAM、つまりメモリは 64GB、ストレージが 2TB の SSD を搭載した高スペックモデル。こちらの方が今回38万円のセール価格になります。セールにしては結構価格が高いじゃないかと思うかもしれませんが、元の価格、こちらも過去の販売価格見ていきますと、そもそもこのモデルは元の価格が57万3000円で販売されていました。ですのでそこから一気に38万円になるということで、いかにこのモデルがお買い得なのかというところがわかるかと思います。差額計算してやりますと、元の価格が、こちら、57万3600円。57万3600円。で、今回のセール価格が38万円ということで、割引額は19万3600円も安いということになります。ですので、ハイスペックモデルが欲しいという方、特にこのモデルは珍しくストレージ容量が 2TB のモデル、となっていますので、この辺、スペックとしてこだわりたいという方の場合は、このモデル、間違いなくおすすめのモデルとなります。また今回はディスプレイサイズが大きな16インチモデルもセールになりました。こちら、16インチで M1 Pro 搭載モデル、16GB メモリー、512GB SSD のモデル、こちらはセール期間中25万5000円。ストレージ容量が、このクラスの Mac を購入する方にとっては 512GB では足りないというケースもあるかと思いますが、そこをあまりこだわらないという方、もともとデータは外部ストレージの方に保存しているという方などは特に気にする必要はないですので、なるべくお買い得なモデルがいいという方の場合は、このモデル、ちょうどいいかと思います。あと、16インチモデルにつきましても、今回ハイスペックモデルがセールとなりました。M1 Max を搭載した16インチモデル。こちらは RAM 64GB、ストレージが 4TB の SSD になります。おそらく Amazon の方で、セール価格になるモデルとしては、この 4TB を搭載したモデルがセールになるというのは極めて珍しく、スペック重視で選びたいという方にとってはとても魅力的なモデルとなっています。このモデルも38万円と結構高めですが、こちらも元の価格はいくらだったのか見ていきますと、ここ最近の価格で見ていきますと、元の価格としましては、68万6800円。つまり、約70万円で販売されていたモデルでした。70万円のモデルが今回は38万円ということで、こちらももう二度とないぐらいのお買い得な価格となっていますので、こちら購入を検討してみるのもいいかと思います。おそらく現在在庫を処分している段階と思われます。というのもこの後ご紹介しますが、この MacBook Pro シリーズは次の最新モデルが登場したため、いつまでも M1 チップ搭載したモデル売っていられないという状況があるのではないかと思います。ですのでこちらもう在庫がなくなってしまいますと、二度とこの価格で購入できませんので、購入を検討していた方は早めに購入することをお勧めします。このように Apple 製品、意外とたくさんのモデルがセールになっていますが、そもそも最新モデルはどうなっているのか。人によっては、このセール品よりも最新モデルの方が欲しいという場合もあるかと思いますので、間違って最新モデルのつもりで今回ご紹介したモデルを購入してしまい後悔しないためにも、改めて最新モデルがどうなのかおさらいしておきたいと思います。まず最新モデルとしましては、今回はセール品になっていませんが、MacBook Air も新型モデルが先日発表となりました。15インチの MacBook Air ということで、MacBook Air シリーズ初の15インチモデル、これが発表となっています。大型で、ソニックモバイルできる MacBook シリーズ。画面サイズが大きくてモバイルしたいという方の場合は、このモデル最適なモデルとなります。今回はセールになっていませんが、一応価格の方をご紹介しておきます。MacBook Air シリーズですので、かなりお買い得という印象を持つかもしれませんが、見ていきますとこんな感じ。例えば、
MacBook、よく使う方の場合、16GB ではメモリが足りなくなることがあります。ですので、このシリーズ M2 チップを搭載してもらえば 24GB 上限ですので、24GB に変更し、ストレージも 2TB あった方が使いやすいので、この性能、24GB ストレージ 2TB。この M2 チップを搭載した MacBook や価格につきましては、こちらとなります。36万6800円となりますので、ということで、実はスペックもそんなに高くない MacBook Air を購入するくらいならば、それよりもはるかにスペックの高い前世代の M1 Pro とか M1 Max を搭載したモデルの方がお買い得ということにもなります。その他のモデルはどうなっているのかといいますと、現在のラインナップ、その他のモデルとしましては、まず MacBook Pro シリーズにつきましても最新モデルが出ています。 MacBook Pro シリーズも CPU の世代が M2 に上がり、 M2 Pro、 それから M2 Max になりました。ただしこちらも性能は上がったんですが、やはり価格は高めです。16インチモデルの MacBook Pro で見ていきますと、例えば CPU がM2MAX チップを搭載したモデル、メモリを 32GB、 ストレージを、このクラスだと 1TB は少ないので 4TB と考えていきますと、 32GB メモリ 4TB の M2MAX 搭載モデル、その価格はといいますと、こちら638,800円ということで、ここもかなり値上がりしています。あと、デスクトップの Mac の方につきましては、デスクトップの方は、性能的にはあまり変わっていないものの、M2 チップ搭載モデルが登場しています。M2 チップ搭載の Mac mini、価格につきましては、こちら。M2 チップで、M2 Pro 搭載モデルが出ています。M2 Pro 搭載モデルでいきますと、 M2 Pro の 32GB メモリ、4TB ストレージとか選んでやりますと、価格は408,800円、こういう価格になります。Mac mini もスペックそこまで高いモデルで購入しようとしますと、結構高額な出費になります。もっと安いモデルで選びますと、M2 Pro ではないモデル、普通の M2 を搭載したモデルで 24GB メモリ、2TB ストレージ、こういった構成ですと252,800円となりますので、このクラスならば、今回セール品を購入するよりも、このメモリ容量が 24GB 選べる、普通の最新モデル、M2 チップ搭載モデルを買った方がいいという選択肢もありかと思います。こんな感じで Mac 関係も最新モデルが出ていますので、購入する際はこの辺も検討した上で、どのモデルがいいのか、改めて考えてみるといいかと思います。なお、iPad の方につきましては、今回、ちょうどセールになっています、無印の iPad。そちら見ていきますと、現在第10世代の iPad が出ており、これが最新の一番安いモデル、廉価版モデルになります。価格につきましては、こちら、64GB モデルか 256GB モデル、この2つがあります。Wi-Fi かセルラーか、こういった構成もありますが、とりあえず適当に選んだモデル、購入しようとしますと、価格はどうなるのか、というと、価格はこちらになります。92,800円。この価格となります。ですので、こちらも最新モデルを購入しようとしますと、結構な高額となってしまいます。そこまで最新モデルにこだわる必要がないという方、そういう方の場合は、今回セール品になっています iPad、そちらを買った方がはるかにお得ですので、この辺は、こだわりがないならば、もう普通にセール品を買っておく。そういう買い方の方がいいかと思います。
ということで、現行モデルなどもご紹介しましたが、今回 Apple 製品のセールが開催されていますのでご紹介しました。 MacBook Pro に関しては結構上位モデルはかなりお買い得な状態になっていますので、今が狙い目と言います。まあ一方で、その他の Mac、 デスクトップの Mac につきましては M2 チップ搭載モデルであれば、まあまあ現実的な価格で購入できますので、まあこのセール品よりも20万円はしますが、 M2 チップ搭載モデル、そちらを選ぶというのもありかと思います。あとはスマートウォッチ関係、 Apple Watch はもうちょうど最新モデルがセールになっていますので、こちらに関しましては特に悩む必要なく、自分に合ったモデルを選ぶといいのではないかと思います。なお特に Mac 関係とか用意されている在庫が売り切れてしまうと、セールはその時点で終了となってしまいますので、もし今回ご紹介したモデルの中に好きなモデルがある方は、概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。また今回 Amazon のセール、ポイントアップキャンペーンというのも同時開催となっていますので、今回はセールではないんですが、新型モデルの Mac 購入したとしても多くのポイントが獲得できるようになりますので、これはこれでお得となります。最新モデルが欲しい方もちょうど今のタイミングで購入しますとお得ですので、ぜひ検討してみるといいかと思います。今回は以上です。